ヤガチャガチャンネル。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、ゼロ実況プレイ動画パート10というわけでございまして、前回セーブしたところから戻ってきて、仮面をまた付け替えて、廊下に移動できるところまで、進めていきました。さ、というわけでと。で、今これであれですね、4つの面をかけたので、まあ、何かしら、通れるようになったんだろうな、みたいな雰囲気のところです。先行こうとすると、どっかで横切んなかったっけな、どっかでおっさん横切んなかったっけ、特にないんだっけ。そしたらですね、ここの鍵が開いてるので、この鍵を開けていきますと。で、するとですね、なんかこんな、仰々しい感じの部屋にたどり着きましたというところで、まずどっかに、よいしょ。ね、霊石が落ちてるので、これはもらっておきつつ、で、ここのですね、祭壇の上に移動しますと、ここにですね、条約が塗られた綺麗な祭壇に、アイマスクのような面が収められている。目隠しの面。目隠しの面を手に入れた目の部分に大きな杭が突き刺さっている。というわけでね、非常にヤバげな感じの面ですね。で、この面は今までのものとは明らかに違う形をしている。別の場所で使うものなのだろうか。ということで、これはですね、残念ながらここの付近で使うものではないと。で、出口を見失いました。OK。で、ここから出たところであれだ。もう一回、ここの住まいの人だった人の霊が横切るんだね。いきますよ。これのね、こっち側、そうそう、ほらほら。縄の儀式。なんか縄の儀式がなんたら言うてましたよ。おい。というわけで、これでようやく、もろもろの手がかりが揃いまして、で、今持っている、アイテムなんでございますが、これ自体は、このね、通路の奥にあった渡り廊下の奥の鬼の口っていうところで、一回この仮面っていうものの話というのも得ているので、あとはここから、鬼の口に移動をして、で、鬼の口にさえ移動ができれば、先ほどの、目隠しの面を使ったらなんとかなるんじゃねえか、みたいなところになっていくわけでございますね。なんですがですね、ここでちょっとめんどくせえ話が一点。この後、まあ、向かってくるんですけど、ランダム演歌が2回あるんですよ。まずここで一発目。ここで、エンカウントする可能性があって、ロケハンで2回通って2回ともエンカウントしませんでした。ありがとうございます。ね、本番の3回目でもエンカウントしなかったということで非常にありがたい状態でございました。で、ここはね、雰囲気が仰々しいだけなのと、あとカメラの視点がちょっと気になるだけ、あとね、コントローラーがブルブル震えるので、なんかあんのかもしれないんですけど、特に問題なく通過できました。で、さらに回廊に来て、これの真反対側ですね、のところから進んでいかなきゃいけないんですけど、この先のところでも、ワンチャンエンカウントがあるのと、今めちゃくちゃブルりましたね。いますね。これはイル演歌の色ですね。虫演歌ですか？虫演歌ですね。何もなかったことにできましたので、特に気にしない方針でいきましょう。で、この後も、ここを抜けて、で、地震が来ますが、無視して OK です。で、この先の通路も、ワンチャン演歌の可能性があるので、あんまりね、もうエンカウントというエンカウントしたくはないんですが、で、また地震が来ます。あ、でも演歌はないんじゃないですかね。で、今ここで鬼の口まで来れたんですけど、鬼の口に来ると、改めて、あれっすね、民族学者の霊が襲ってくるので、またここで戦闘をしなきゃいけないので、フィルムを、37式に変えときます。で、問題は初手なんですよね。初手で事故んなかったら、基本的には、この回廊を、頑張って走って、で、頑張ってこうやって、ぐるーっと走っていれば、距離が取れるので、あ、入ったか。で、距離取ったところで適当に、あー、ダメね、打ち込んで、
ていうのを繰り返せばおそらくノーダメでいけるかな。ここがね、あのめちゃくちゃ細い通路になってるのと、あいつ自体がワープ持ってるので、あの離れすぎたら離れすぎたで一回ゼロ距離まで寄られるっていうデメリットはあるんですけど、ただ大体は、あーまずいねー、危ないねー。もうこんな感じで臨機応変にどっち側かなっていう、あの音が消えたタイミングは何かしらあの仕掛けがあったのかなというふうに察してもいいのかなと。あ、その距離はまずい。音が消えたタイミングでワープ越えてることが大半なので、あーバシャッポーロっぽい。できればもうこれ以上回復アイテムは使わずで生きてんだよね。この後に回復アイテムを使うきっかけが存在してるので、はい、だとりあえず150打ち込んで、もう一丁近づくまで待って、どっち右側から来る、そこね、 OK で150入れて、でよいしょ、私八重さんじゃないのよ、 OK でこれでノーダメージで民族学者をまず撃破。ね、すごいですね。目隠しの面が扉の鍵になっている。まさかそんなにね、あの具体的な答えを教えてくれるとはというところでございます。ただこれがですね、まだ雑魚中の雑魚でして、目隠しの面の、使うところでもう一個、目を隠された例かなが、襲ってくるのかなっていうところがあるんですけど、そこは俺ロケハンあれですね、回復アイテム使わずに抜けるのできなかったっすね。2回ぐらい頑張ったんですけど、まあ、正直このゲームね、2周目からそのアビリティが増えて楽になってくるので、1周目が一番しんどいゲームではあるんですけど、まあバイオ4とかと一緒ですね。なんですがにしてもみたいなね感じの展開でございました。というわけで、この後の流れなんですが、ここの柱にね、なんかつけなきゃいけないよねっていうので、目隠しの面つけるんですけど、目隠しの面つけたら過去の、映像が流れてきて、民族学者がこの扉に飲み込まれるっていうシーンとかいろいろもろもろやって、あ、飲み込まれる前か？飲み込まれた後かに、あ、違うわ。これを調べると、目を潰された生贄の群れが襲ってきて、目を隠されたレートの戦闘、それが終わった後にここにセットしたら、民族学者が手でバーチバーって立って、バーハハッっていう流れになります。お願いします。お願いされた皆は何をお願いされたのかっていう、ここはあの後ろからね、カゴメカゴメの子供たちが襲ってくるんですよ。襲ってくるっていうかね、煽ってくるね。ね、こんなね無言の状態で歌聞こえたら終わりですよ人生で。どん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 迫ってくると、だからむしろですけど、ミクちゃんのこの顔温度感低いですよ。もうちょっとみんな死ですよ。で、ああガキンチョウはいないじゃん、でもなんで火ついたんと思ったら、まだ子供の声が聞こえて、で後ろに目が潰されてるかガーって出てくるっていう流れなんですけど、あのプレステ2のグラフィックのおかげでね、そこまで怖くなかったっていうね、ラッキーでございますね。ホラーゲームやるならプレステ2ぐらいがちょうどいいのかもしれません。しかしながらですね、あの今のこの敵ちょっと気をつけなきゃいけないのがですね、壁貫通ちょっとつ猛進ムーブあるんですよ。これがねしんどいんですね。で縄の中に入っちまうと、なんかこれどこが縄の中判定なのっていうところで苦しむことが多いので、このままね歩いてくれるムーブになってくれれば大ダメージ期待なんですよ。あった、いや今のはさ、とはいえどうしようかな。できればもうこの御神水一本で抜けるつもりぐらいが俺としてはありがたいんだけど、はい、真ん中じゃなかったけど、まあしょうがないでしょう。横にそれたじゃない私。
まあ、ちなみにこいつ終わったら、第2章終わりなんですね。今赤いとこで叩きゃよかったな。ですぐに突っ込んでくることを危惧して、こうかロケハの時に気づかなかったけど、一発撃ったらそうすりゃいいのな。さあ、なんか結構距離取っちゃったみたいですね。この方変化。うわ、横にいた。あぶねえ。もうホラーゲームじゃねえからな、マジ。カメラ使った格闘ゲームだからな、こんなの。決めたい。はい。オッケー。さあ、これでね、まず目を隠された霊を撃破することができました。目隠しの面をね、目隠しの面をってちょっとリズミカルに歌ってましたので、そうしましたらですね、この右側のところに目隠しの面やるんですが、もう一回言うね、するとこれをつけると、あそこの扉がゴゴゴゴゴゴって開いてきて、ここから民族学者がって言いながら行くわけですよ。と思ったらね、その中からやっぱ無数の手が出てきてね、この民族学者が一回ね、一瞬だけなんか打っていく、なんかストップモーションみたいなのが入って、うわーって吸い込まれるみたいな映像が、流れますので、よろしくお願いします。ミクちゃんが再現してくれました。そしてこの後はね、奥側に進んでいくと、第1章でも出てきました、縄で結ばれた謎の女キリエが、ね、出てくるというような流れとなっております。さあ、というわけでね、そこら辺のデモムービー見ていきましょう。さあ、扉がゴー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 とね、多分ですけど、この扉開いた後にうんは一周って言うと多分吸い込まれるんでしょうね。さあ、というわけでおっさんが中で、あ、なんかやばいもの見たね、なんかやばいもの見た、開いてるで、なんか何かのやばいものを見たのでしょうか。さあ、おっさんがあーってちょっと口開きそうになったその瞬間、さあ、無数の手に引っ張られる。お疲れ様でしたね。これを見たミクちゃんね、もう普通のね、常人はね、今の見たらダメですよ。あ、これは進んじゃいけねえなというふうに気づくはずですね。しかしながらね、ミクちゃんはね、ここから入っていってしまうというね、愚か者でございますね。さあ、というわけでこちらね、鳥居みたいなものとかもあってというところなんですが、先に進んでいくとですね、発見することになっちゃうんですね。そうですね、ここのね、住んでいた方の死体を、しかしながら手に持っているのはご神教のかけらね。ある種集めていたご神教のかけらが手に入ったのでラッキーと思いきや、この後からキリエちゃんたちがですね、すごいフィーバーしてきますので、ここからはもうなんかもうあれですね、動画終わるまでフィーバータイムが続くと思っていただけたら幸いでございますね。ご神教のかけら言うて、さあ、取ろうとした瞬間にね、ご神教が割れた時の過去の因縁というか、過去のね、流れが一瞬バン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 といっぱい出てくるわけでございまして、さあ、しかしゲットできましたが、おっと、鈴の音。さあ、よろしくない、キビね、聞き覚えのある鈴の音。さあ、後ろから迫ってきておりますね。これはね、大ピンチでございますね。さあ、というわけで、ここから一回ですね、プレアブルに戻りますが、プレアブルに戻ったところで何もできません。で、まあ、やろうとできるのはこの奥側に逃げることぐらいですね。で、奥側に逃げてもですね、結論的に言います、何もありません。こんな感じでね、行き止まりになってるわけですね。で、しかも行き止まりになってるし、奥に行こうと思ったらですね、奥に関しては大量ので、なんかその、もう霊がいっぱいいるわけですよ。あ、これ以上先には行けねえなと。でもってね、後ろの方に行こうと思いますけどもね、後ろの方に行ったらキリエちゃん来てますもんね、という絶体絶命な状況でございます。ちなみにこれね、キリエちゃんに触れた瞬間でもこのムービー流れるので、短縮したい人はキリエちゃんのところに突っ込むのが正解です。後ろーと、というわけで、というところまでが第2夜になったところでございますね。ここから先はですね、第3夜というところでございまして、物語的にもね、前にも言ってる通りでですね、結構終盤戦になるんですが、気をつけていきたいのがですね、この第3夜からはですね、敵の数が1体じゃなくなりますので、戦闘そのものが難しくなってくるというところがね、一つのなんて言うんでしょうかね、流れというかになっているのかなと個人的には、思っているところでございますが、逆に言えばそれはね、ここから本当のね、バトルゲームの始まりということでですね、まあ、とにもかくにもですね、バケモンスナップ頑張っていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、続きの動画をどうぞ。第3夜、過酷ですか？何ですか？というわけで、まずデモムービーから始まるんですが、一番最初からね、なんか縄の儀式の映像が流れたと
まず見えて、でその後にね大量のまあ死んでる人倒れてる人で、なんか明らかになんかその般若のやつつけてるやつがみたいな、いろいろともろもろのね流れが映るんですが、あまりにねあの早すぎるのと、まだ情報を持ってないので何の映像を見せられてるんだろうぐらいのものになってます。でね、ミクちゃんが起きるのですが、なぜか扉の外に戻されていますね。そしてそんなことよりも重大なのはですね、足にも呪いが進行していると。さあ、というわけでここは兄さん、あの扉の奥に入っていったはず、お前もその扉の奥に入ったはずなんだけどな。さあ、というわけでございまして、とりあえずこちら進めていきましょう。で、先ほどねお話し通りで、ここの先にはまず雑魚敵3連戦ジェットストリームアタック戦が待ってますね。で、ここのね、ここら辺にね、強石が、霊石があって、で、ここら辺に自爆霊がおって、これ取るとね、なんだっけ、ニオの、あの、宗像義蔵さんの遺体が、転がってるんだけど、亡くなってるってことは、また時代が変わったのかみたいな状態になってますね。で、奥に進もうとすると、急に右下が黄色く光ります。で、ここからジェットストリーム戦なので、うわ、やっべ。そう、問題がこれなんですよ。これ、やばい、はまったかもしんない。そう、このジェットストリームアタックが入るとこうやって一発で死ぬほどダメージ食らうっていう流れがあるので、これがしんどいんですよね。まあまあまあ3人仲良く撮影していきましょうね。もうめんどくさいのでね、なのでこんな感じで大量のポイントゲットを狙いながら、この後に万葉岩が1個落ちてるので、まあ返してもらえるかなというところでございますね。さあというわけで、どんどんと落ちていただくんですが、下の子は入ったんですか？あ、入りましたね。いいですね、2枚で終わったの自体は良かったですね。で、まあまあこれでみんなパーンなって、でこれで先に進めるようになったので前に行きましょう。でこの戦闘ちょっと増えるので、あの敵がどこにいるのかっていうのを1体じゃなくて2体以上同時の把握をしなきゃいけないことが増えました。で地震はもういつでも起きるので、まあ、日本っていう国にいる以上ね、いつでも地震は起きるので、これに関してはねあまり触れないでいきます。さあ、というわけでさらに前に進んでいきますとね、霊石がさらに落ちてますと、霊石もう20個ぐらいあるんじゃねえのね。なんかな、アビリティつけようかな。で、イベントなんですが、怖いイベントではなく、先に進むとですね、瓦礫の間から、お兄ちゃんが見えるんですね。さあ、というわけでお兄ちゃんがいて、で崩れた岩の中に巻物のようなものが過酷の送る、送ることというわけで、過酷の送ること、天保8年、12の月13の日、先縄の儀式を失敗し過酷を送る、正気地震の怒りを呼びて1347の御霊が失われる。まあなんかいろいろあったんだなってことがわかるんですが、ここで重要なのは日付が入ってて4桁だったから、どうせパスワードの紙なんだろうなっていう風に覚えておくのが吉です。で帰ろうとすると途中でムービーが発生するんですが、あの何回かこちらにね、あのなんか場所とかいろんなことを教えてくれてた女の子がいたと思うんですが、あの女の子が現れるという、イベントが発生しますね。なのであのそろそろね、あの雰囲気怖いですけどね、あの子のことは敵じゃなくて一回味方ジャッジしてあげましょう。なんか何かあるたびにこちらにね、なんかいいこと教えてくれてますからね、あれで敵扱いするのはちょっとかわいそうかなと。さあ、というわけで、あ、なんかいんなと思ったら、はーい、どうもいらっしゃいと思ったら、これどうした？あら、本ありがおらへんという流れですね。で、ここにあるのがね、民族学者の書物らしき本ね。なんだろう、月読み堂でいいのかな。氷室邸中庭にある小さなお堂は月読み堂と呼ばれ、儀式の生贄となった巫女の御霊を祀ったものと記されている。月読み堂の中には月の井戸と呼ばれる草空井戸があり、儀式の日には井戸の底まで月の光を導き入れることができるようになっている。儀式前の縄の巫女は井戸の底でその月の光を浴びて身を清めるとされている。月の井戸の底はそのまま地下につながっており、縄の巫女だけがこの井戸を通って地下へ行くと記されている。伝承によると最初の巫女の遺体が月読み堂に祀られているとあるが、堂内には資料価値があるようなものは収められていなかった。最初の縄の巫女はどこに祀られているのだろうか。あれですね、一
階のここですね。まだ1階も入れてない、ここが月読み堂ってことらしいですね。というわけで、まあ今のね、定時によってそこに行かなきゃならねえんだろうなということがなんとなく分かってきましたというところでございます。さあ、というわけでここにはもう敵さんはいらっしゃらないので、ここに関してはスルーでいいのですが、この後のですね、あ、また地震起きるよ。はしご登ってる最中とかにも地震いっぱい起きるけど、もうそれは日本ね、あ、日本はそういう国なのでね、怯えずにね、果敢に攻めていきましょう。さあ、というわけでございまして、で、ここを抜けて、途中にある渡り廊下っていうところで、浮かび上がる霊っていうのと対峙しなきゃいけなくなって、そいつを倒さなきゃいけなくなるので、よいしょ、そいつはね、なんだかんだ、ああだこうだしなきゃいけないというところがございますが、まあそんな強い敵ではないから大丈夫かな。よいしょと。というわけでぐるーっと回ってですね、進んでいきたいのですが、もちろんながらまた第2予から第3予に移動したので、いろいろと、形が異なってます。なので通れた場所が通れてない、通れたはずの場所が施錠されているなということがね、ざらに起きていきますので、まあこれに関してはね、あのバイオやってる人だからするとね、なんでって思うところではありますけども、慣れていきましょうね。でここ歩いてると多分黄色く光りますけど、一回無視です。で一回無視して、一回敵を後ろに配置してからこうですね。でこの白いのが敵です。でちょっと戦いづらいので、まず、ゼロショットで、ゼロショットで撃つことで、相手が一回散らせられるので、一回散らした状態でまた後ろ向くと。おぉ、ちっかい、やっべ。でも、かすりでした、危ねえ。そんなにスピード速かったの？やめてよ、やめてよ。あ、もう結構近えな。でも、溜まったら終わるんじゃね？あ、しかも俺、あれだ。37式フィルムのままだ。やーべ。まだケチりたいのよね。よいしょと。で、カメラのフィルムを14式に戻しましたと。で、ここのドア開けて、で、荒れ果てた部屋にたどり着くのですが、この部屋がですね、構造変化によって、出れなくなってます。出ようとするとですね、お札が貼られちゃってんですな。なので、お札はいつも通りですね。よいしょ。こうしてあげて、でするとね、どこかの別の場所が映り込んでるなんですけど、移動範囲が狭かったはずなので、そうなんですよ、実はここなんですよね。なのでここら辺違うな、反対側のこっちかね、ここら辺のね、あ違うな、反対、あのドアが反応してるだけだ。がれきの奥の下の方、あった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 、ここら辺をね取ってあげると、下敷きになった女っていう霊が取れて、これでお札が焼けまして、前に進めるようになりましたという流れとなっております。というところでね、今回はお時間がいいところかなと思いますので、第3予になって変わったこと、そしてね、新しくね、さらに過酷になっていくバトルシステムという感じで物語は展開していくわけでございますが、次回の第3予があって、でもう最終章になって終わりっていう感じなので、結構残りのね、流れというのは戦闘がメインになってきて、チラチラと進んでいきながら物語のですね、起承転結がそろそろ理解に近づいていくというところになっておりますが、それはまた次回以降一緒に楽しみましょう。というわけで、ここまでの私、ヤガミンことヤガミハヤテがご案内しました。また次回動画にて See you next time, stay tuned! バイバイ。